ヤードのジャンクルームです。ちょっと何がジャンクルームかというと、自分が一番ジャンクじゃねえかというような感じなんですが、先月ぐらいからですね、なんとなくこの手がちょっとしびれるなと思っていましたが、先週ぐらいかな、1週間ぐらいですかね、ちょっと起きた時にですね、肩甲骨の真ん中辺が痛いなと思って、寝違えたのかなと思って、でちょっと動いてみたらですね、首をどうも右へ傾けて手を伸ばすとずっとしびれるんですよ。この辺からこの辺にかけて、で人差し指と親指の先は常にしびれてますね。でしびれるだけならあれなんですが、それも姿勢を維持できないぐらいしびれるんですよ。で この腕の裏側とこの上側ですね、前腕のここへ筋肉痛みたいで痛みが出ますね。まあでこれ、まあ、この首の位置によって症状が出たり出なかったりするんで、まあなんか首の辺で神経が圧迫されてるんだろうなとは思ったんですが、まあネットで調べてもらったら、どうも頸椎の間にある椎間板が損傷するか変形して神経を圧迫しているということですね。頸椎ヘルニアの疑いが強いという結果でしたね。まあ、今は物干しから洗濯物を下ろすときにこう手を上げて、顔を上上げて手を上げたらすごいしびれますね。まあ、神経がこう U字型に曲がるんで、より圧迫されるのかなと。まあ、上を向くのがどうも用ないようですね。まあ生きて年も考えずに動きますからね。そういうのが効いたのかなと思いますね。まあなんか決まった治療法もないんじゃないですか、これ。首の間の椎間板がなんか飛び出るかなんかで神経を圧迫していると。それはもうなんか外からなんかして治るようなもんでないんじゃないかな。まあ、なんか引っ張ったりこうなんか効果的なマッサージとかがあるかもしれませんけどね。まあ、頸椎が完全に損傷しても治ってる人も大勢いますんで、まあほっとけば治るかなと今のところは思っています。というわけでですね、まあこんなボロな機械を直してる場合じゃのうて、自分を直せというような状態なんですけど、2年ぐらい前からちょっと咳払いとかねとやったら、この胴体とこの腕の境目というか、この辺に一瞬だけしびれが走るというような症状があったので、それがまあ関係あるかどうかはわからないんですが、で1ヶ月ぐらい前から微妙にこう手がしびれるのはしびれていたんですよ。それでですね、こういう本がうちにあるんですよ。この全部わかる、これで見ると ここに神経が
神経が乗ってますね。腕の神経は首のところから、まあこれどれかあんまりはっきりわからんのですけど、親指のあたりはまあこの首の付け根のあたりに入っているのかなと思いますね。このあたりが、そういえばこのあたりがちょっと痛いんで、そこら辺が関係してるんでしょうね。この骨の間にあるこの椎間板が、これが変形しているということらしいですね。まあちょっと詳しいことはよくわからんのですが。